ちょっとお気楽な気分でね、とりあえずクリアを目標に今回は行きたいと思います。クラッシュで行こうかな。よし、海賊船発見。まずはクリアだけを目標にします。最初なんか後ろを確認しようっていうのあるけど、こういう剣振り回す系ね。アラビアンナイトを思い出すな。イカゲッソウ、まあさすがにここまではまだ簡単だったような気は、あの最初にチェックまでは簡単、別に箱は気にしてないんでいいんですけど、どうします？いいか、とりあえずクリアだけ。まずはじゃあ3回以内をできるだけ3回以内死なずにいこうかな。いやでも初見じゃ無理だろうな。初見じゃな、あでもやっぱりリンゴがあるんで、やっぱ壊します。できるだけやっぱりリンゴのダイヤ欲しいんで、まずはキヨクの楽屋って言って、とりあえずまずはクリアだけを目指します。あ、スピンして壊すやつね。こういう。で、こうやって、こういう、こういう、こう。そう、この辺まで来ると、やっぱりむずい。ダイヤ苦戦しそうだな。あははは。遠近感がつかめない。はい、一回死亡。はい、一発では無理そうですね。一発3回以内ちょっと無理そうですね。とりあえずリンゴを目指すっていうこと。リンゴ 60% とクリア。しっかりこの20個のリンゴは取った方がいい。とりあえずクリア優先、クリア優先。飛ぶとこしっかり飛ぶよ。なんか爆発した。ないね、まだボーナスチャレンジないね。あーはいはい、カニね。カニなのかい、あれ何なのか、よく、そうね、よくわからない、得体の知れないやつがよくあるって言うんだよね。クラッシュの敵ってなんかそういう不気味なイメージは確かにある。これはどっちか行けばクリアだから、じゃあとりあえずはそっち目指します。本来はどっちもやらなければダイヤはいけないはず。クリアが最優先、まずは。うわ、やっちった。リンゴが。ああ、なんか落ちてくやつだ。そう。なんかいろんな生き方があった、あるコースだった気がする。
しっかりジャンプして倒す。あーやべーやつだ。まあいいや。よし。よし、クリア。よっしゃ、3回以内行ったんじゃない。よし、あバカ野郎なんでそこで死ぬ。なんでそこで死ぬ。死なないようにね。でもこういうので落ちる人もいるからね。なんかよくわかんないところで落ちたりとかするのがクラッシュのこう謎というかね。20%が限界だったか。よいしょ。よし、3回ならクリア。すごい。だから3回ならクリアした。でも今回あれがないからな。まだ仮面のとこがないからまだいけたわ。さあそうね、そろそろねタウナを使うコースも出てくるから。あ、タウナだやっぱり。うん、このタウナを使うコースがまた難しいんですよね。そう、タウナがすごいかっこいいキャラなんですよね。なんか助けて助けてキャラだったのに、クラッシュワンではなんか自分でもうアドベンチャーやっちゃうキャラになっちゃって。ただクラッシュは2-3ではほぼ出てきてないんでね、なかなかこれを知ってるのはかなりマニアックな方のみみたいな。ああ、そっか、クラッシュが捕まるみたいな人やな。すぐ行くから待ってて。こんなかっこいいキャラになっちゃって結構あれっすよね、体格いいっすよね。足腰がしっかり鍛えられてキャラとして立ってるというか、ちゃんとスピンの系もできて、でしかもボディープレスのモーションがかっこいいんだな。ああ、ここにここがある。ドンっていう、フックショットっていうのがかっこいいです。またこうビュッと、そう、飛んできるキャラかっこいい。またこういうかっこいいキャラになったっていうのがまたいいっすよね。で、こういう風にウォールジャンプ、壁キック、そうですね、マリオを彷彿とさせるような。あ、ミサイはこんな簡単なところにあった、今回。ミスダイヤめっちゃ簡単なところにあった。クラッシュもできたらいいんでね、壁キックね。いや、確か壁を伝いのコースが今後出てくるはず。ん？大丈夫？行っちゃって大丈夫？リプレス。大丈夫？ちょっと待って。あいつどうやって倒すんだろう。後ろに回り込んだ方がいい。ああ、分かった。こういうね、箱とかを、ビュンってやつで、確かやるんだよ。
ちょっと待って、倒せねえ。スピアタックで倒せねえ敵とかどうなんだよ。前から行かないとダメか。うっそ、結構死にますね今回。結構死ぬぞ。行った方がいいわけで、前で止まってる時のみ行こう。そうで結構死にまくると、そうここがチェックになるんですよね。だからそこが、まあ、まだ優しいとこではある。とりあえずクリアしたい人のための措置はなんかしてくれてるから。ZR で、うわっ、なんだあいつ、なんだ、ヘビみたいなの来た。ここはちょっとし、タイムアタックきつそうですね。死にまくります。さあどこまで死ぬのか。ここ地獄っすね。何回死ぬんだよ。はい、ああいう浮いてるやつも ZR で確か壊せるんですよね。はい、ほらこういうふうに。これはね、新しいクラッシュなんで、やっぱりこうどういう風にクリアしていくのか。あれ、これどうやって次行くとこがわからん。あ、はいはい、よいしょ。はい、難しくなってきますよね。ここは落ちないんだね。よかった。平気でああいう風に尖って出てくるからな。よし、なんとか 60% クリアしっかり。まあこれに関して死にすぎたからしょうがねえな。どちらかというと死なないことの方が重要かなって思います。まあなんか下がっていくみたいですね。まずは鳴るよ、まあ、多分先と、うん、あるんだろうけどね。いやー、これはダイヤきつそう。ダイヤきついっすねこれね。意外とタウナのシナリオはかなりきついなと思ったんですよね。クリアして見つけたわ。
まあなんとかクリアだけなら。60%か。オッケー。まあ秘密もゲットしたし、まあいいだろう。タウナのことグラッシュの大好きじゃなかったっけ。みんなになってた。会えて嬉しい。久しぶりだね。そっちの次元でも会ってなかったの。まあ、そんなとこね。私たち死んじゃったとか。まさか。いやだ、違うって。そんなわけないわ。で、そっちの次元はどう。いつも通り。悪い奴らが全次元を征服しようとしていつも通り。何探してるの。パワーストーン。そう、パワーストーンだね。マスクよ。そうなの。ま、頑張ってね。え、来ないの。悪いね、一人がいいの。でも、できるだけ協力するよ。まあ、もうしてるんだけどね。まあこの時代にもこういう風に登場してくれるのが、まあ登場してくれるだけでもありがたい。タウナのタイムラインがした。タウナには目的があるし、タウナのタイムラインをプレイしてくれる人、ここがどうやってタウナであったか。おちゃんとそういう風にストーリー性はあるんだ。さあ来ました、波乗りジェットサーフィン。まあ、こういう系のはですね、2でよくあったシナリオです。これがまたね、2の時でもダイヤ取るのとかは非常に難しかった、ジェットサーフィンコースですね。これはまあ昔を思い出すと、このコースはちょっとやきつかった覚えがありますし、またさらに、これ難易度も上がってます、ナミノジェットサーフィン。さあ行きます。まあ箱を気にせず乗ります。できれば3回以内のやつをクリアしたいけど、やっぱ無理だろうな、難しいもんな。うわあんな遠くに投げてくるやつが出てくるのか。まあ、無理そうっすね。リンゴ 60% 目指そうか、まずは気楽に。あいつだな、骨投げてくるやつ。骨投げたらなんか休憩するから、その間に倒す。まあここはしっかり、じゃあ10個取りましょう。マジで早く中間終わりたいのに。もうここまで来るとね、中間がねだいぶ一回一回長くなるっていうことが多くなってくるんで、早く中間終わりたいんだけど割れないっていう状況が続いたりとかよくあります。
だからその中間までに死なない方法をしっかり考えとかないと。だって赤くもいないわけだしな。そう、赤くが出る頻度も少なくなってくるようなやつ。そうそう、この辺りまで来るとそこがまたこのゲームの鬼畜ポイントですね。やっぱあれは取りたいじゃん。しっかり全部取ってから割ろう。やっぱりよし。さあここから来ました、フラッシュシリーズおなじみのブーストでのジャンプとかでね、やっていくしないですね。 Y ですね。でその竜巻の中に入っちゃうと死亡です。しっかりそこを注意しながら。まだ楽、最初だからねまだ楽だけど、まだ取れませんね、記憶のかけらテープ。まあ一応やってく。もうなっちゃう。全部割らなくてもいいから、リンゴだけ取りたい、取れるだけ取っとこう。うわはい、これがクラッシュバンディークフォーマルチバース、とんでもマルチバースのボーナスチャレンジです。この辺りからもうとんでもなくボーナスチャレンジが鬼畜になります。なんでやねんってくらい鬼畜なんだよね。ほとんどなんかリンゴ取れないよっていうぐらいのレベル。あー、いやー、分かってはいたんだけどな。まあだから本当は先にね、先のやつの箱を取った方がいいんだろうけど。すごいな、なんか爆弾で爆発した時のなんか黒焦げの影がみたいなのが鮮明に描かれる。まあいいでしょ、こんなもんでしょ。あ、でも全部全箱取ったわ、なんだかんだ。よし、ダイヤもしっかりゲットして。ああ、こういう動いていくパターンね、これがまたかなり鬼畜ですそう、動いていく、あれね、床ね、これもクラッシュ4では多いです、非常に。はいはいはい、うわ、しっかりスライディングしたい。早く中間、いやもう終わってる暇ないな。マジで中間長えな、ほんと。中間長すぎ。いやー、さすがに鬼畜になってきた。
地雷とか爆弾があります。スピード上げた方が。あ、でももう終わりそうだな。ここは死なずに行きたいね。もうあー時間。そう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 、そういうパターンね。あれも気をつけなきゃいけないやつね。あのこの揺れるやつとあれも全部気にしなきゃいけない。基本的にもう急がなきゃいけないのはもう普通になってますね。80% くらい取ったっけ？取ってないだろうな。これにも気をつけて。うっそー、のはでもまだあるんだ。やっぱこの辺りまで来ると長いな。いやー長いっす。